ジタル業界のいろんな話題を毎日3分で聞いたおすデジタル忍者伊沢でございます。ということで4日目の今日はですね、今日の話題はソフトバンクから新しい端末が出ましたね。 HTC Windows Mobile を積んだ新しい端末 HTC の端末が出たわけでございますけども、これからの時代スマートフォンは本当に日本で定着するのかというのが今日の話題でございます。まあヨーロッパなんかを行きますとですね、まあノキアとかですね、まあいろんなメーカーもありますし、あとアメリカなんかでもね、例えばパームだったりとか、それこそ Windows Mobile なんていう形で、いわゆるスマートフォンというものが、携帯電話の業界的にはまあ大半というかよ、まあよく売れているものだけどございますね。まあスマートフォンというのは、まあ単純に単なる電話ではなくて、その中に例えばパソコンとつながる機能があったりとか、でそのパソコンとつながる機能っても、まあ基本的には、普通のね、そのなんかただつながるっていう日本のデータが保存できるレベルじゃなくてですね、シンクロしてスケジュールを管理したり、管理とかですね、まあ要はスマート、頭がいいという意味のスマートの端末の売れてるわけでございまして、まあ日本で言いますとウィルコムの W03 という端末があって、そしてそれにソフトバンクが出してきたと。ということで、まあ、いろんな話があるわけでございますけども、日本の携帯電話市場で果たしてさ、スマートフォンが売れるのかということについて、ここでまあちょっと考えてみたいと思いますね。そもそもですね、日本の携帯電話っていうものは、ものすごく特殊な位置づけにあるわけでございますよ。まあ、どこの国から見てもですね、かなり閉鎖的なマーケットなわけですね。例えばアメリカとかだと、キャリアが端末を、なんて言うんでしょう、管理してるんじゃなくて、メーカーがね、携帯電話メーカーがものを作って、それを例えばシンギュラーってメーカーが作って、それがアップルとタイアップして、iTunes 携帯みたいなのを出したりとか、でそれは決してね、携帯電話 の会社、キャリアは飛ばないというところがあるわけなんですけども、日本の場合は例えば au なら au、ドコモならドコモっていうふうに、携帯電話メーカーがまずあって、その下に携帯電話の端末を作るメーカーがあるっていう、こういう構造があって、まあ、この辺がかなり違う。そして携帯電話の中身のソフトウェアに関しても、それぞれの端末の進化の具合っていうものはやはり海外のものと日本のものは相当違うようですね。例えばカメラ付き携帯がここまで進化してるのとか、あと音楽携帯とかね、この辺の進化っぷりがものすごいところまで行っちゃってるっていうのはやはり日本だけの特殊なところがあって、そういう風に考えていると、何も携帯はスマートフォンじゃなくてもいいじゃんっていうのが今の日本の状況だけでございます。で、まあ、やはり W03 みたいな端末っていうのは基本的にビジネス向け、あと法人向けとかね、そういうところを考えていくと売れていくとは思うんですけども、個人向けで考えると果たしてじゃあスマートフォンがどれまでいくのか、これね結構なかなか難しいじゃないかなと思うんだよね。マニア受けだけで終わってしまう可能性があるんじゃないかなと思うわけでございますよ。今後どうなってかやっぱ注目だと思うので、また明日。